クーボイブキは、川口海事作、エタに収む監修による日本の漫画及び作中に、登場する架空の航空機搭載型護衛艦の、艦名。ビッグコミックにて2014年24号から2019年24号まで、連載。新シリーズ、クーボイブキグレートゲームが、同志にて2020年1号から連載中。話数カウントは、ダイエヌソーティ。本作発表前、 中華人民共和国の台頭に伴い、特に2010年の尖閣諸島中国漁船衝突事件や散発的に発生する尖閣諸島中国船了解審判事件を念頭に日中関係の中で離島防衛及び奪還作戦の可能性が現実味を帯びていた。また、2012年に政権交代により誕生した第二次安倍内閣は平和安全法制の制定を目指し、 国会での議論が行われていた。そのような時代背景の中で発表された本作は、沈黙の艦隊、ジパングで知られる川口海事の得意とする軍事作品であるが、彼がかつて発表した作品の中でも、より現実的かつ具体性に富んだものとなっている。本作では、新型護衛艦の艦長と副長、また政治家と、ジャーナリストという思想心情の相違を対立軸にし、 互いに認められる部分とそうでない部分、さらにはそれら全てを乗り越えて切迫する事態へいかに対処するかがメインテーマとなっている。また、沈黙の艦隊でもそうであったように国際政治の場における日本と中国をはじめとする各国の政治家の姿もリアリティを持って描かれている。一方で部隊の運用方法や兵器の描写などについては一部で 現実世界とは相入れない部分がある。年代設定は開始時点が 20XX 年とされている。20XX 年の場面で自衛隊発足から60年という発言があるため前後のズレがないと考えた場合は2014年から始まることになる。2017年度第63回小学館漫画賞一般向け部門を受賞した。 2021年5月時点でシリーズ累計発行部数は700万部を突破している。20XX 年10月、嵐の中で遭難者に偽装したと思われる工作員が尖閣諸島の南小島に上陸し、この島は中国固有の領土であり、中国本土の船舶を待つと主張する尖閣諸島中国人上陸事件が発生。さらに、 日本の領海に侵入を図る中国海警局の船舶と海上保安庁巡視船との衝突、調査目的で派遣された護衛艦への威嚇射撃と事態がエスカレートし、日本政府は半ば中国に屈する形で事態の収拾を図るが、中国の行動に危機感を覚えた首相は同時に新型護衛艦の収益とその艦船を機関にした。 新護衛隊軍の創設を柱とするペガソス計画の前倒しを決定する。事件から1年後、事実上自衛隊発の空母であるイブキが完成。艦長には元航空自衛隊のエースパイロットという異例の経歴を持つ秋津竜太一佐が任命され、副長健康会長には新並都市なり二佐が選ばれる。自分たち自衛官は軍人であり、一万一致の際は、 武力行使や命をかけることも意図はない。秋津の方針に対し、自衛隊が選手防衛、人命第一で行動してきたことに誇りを持つ、新並は違和感を覚えるが、一方で彼の努力、部下を取りまとめる力は認めており、範囲を示すことは避けつつ、各地で演習公開を続けていた。翌 20XY 年4月、いぶきが南鳥島沖での演習公開中。 中国軍は諸行工程を発動突如として日本への進攻を開始する。先島諸島や尖閣諸島の制圧を許し自衛隊初の戦死者を出したことに加え中国に話し合いの意思がないと見た日本政府は内閣総理大臣である垂ケ慶一郎の指揮により海上警備行動に続き史上初の防衛出動を加齢。この時点で自衛隊と 中国人民解放軍との武力衝突は避けられないものとなる。かねてより政府批判の先方として知られている、東都新聞記者一ノ瀬一は、会見でその流れを察知し、かつての対戦の具を繰り返すのではないかと危惧する。伊吹は、前線へと急行するが、中国も防衛出動に即応し、新型空母、関東を中核とする、北海艦隊を、 先島諸島へと向かわせていた。日中両政府の交渉は決立し、ついに実力行使による、領土奪還作戦、春が発動する。自衛隊関係者、第5護衛隊軍所属その他の自衛隊関係者日本、政府関係者その他の日本人、グレートゲームよりの登場人物中国人中国、人民解放軍関係者階級については、中国軍の階級も参照のこと。 中国政府関係者、グレートゲームより登場の外国人アメリカ人、ロシア人その他の外国人ここでは、連載開始当時に、運用前のものも含む。自衛隊中国人民解放軍自衛隊の、実在する兵器、グレートゲームよりの登場兵器中国、人民解放軍の実在の兵器アメリカ軍、グレートゲームより登場するアメリカ軍の兵器ロシア軍、 グレートゲームより登場するロシア軍の兵器ビッグコミック総還50周年記念特別企画として日本のプラモデルメーカーであるタミヤより1700スケールで息吹が模型化され2018年5月26日に販売が開始されたキットはタミヤが同業3社と合同で展開している1700ウォーターラインシリーズに準ずるもので喫水船から 下の船体部分は省略されているが、三 -35JBSH-60K、看板作業車などが再現されているほか、飛行看板上のラインや看板号なども、スライドマークで再現されている。2018年7月30日には、炭鉱本十巻に、プラモデルとクリアファイルが付属した特装版が発売され、2019年5月25日には、 映画版の公開に合わせたスペシャルパッケージ版も販売された。2019年5月24日公開。主演は西島秀俊と佐々木倉之介、監督は若松哲郎。2018年11月16日に追加キャストが発表された。12月13日にはさらなる追加キャストを発表。同名漫画を原作とするが、 様々な変更点があり、ストーリーもオリジナルのものとなっている。以下は、その一例である。一方、この映画でいう、近い将来においても憲法が改正されていない、最近の空対空ミサイルが、前方からでも狙える点は、AIM-9 が導入されていると、設定が現実味を帯びている。ただ、自衛隊はすでに初着艦の実験に成功しているが、関西機には、 F35 バイトを使用する予定であり、映画では A 空ボインビンシブルのようなスキージャンプ型の甲板から発刊しているが、F35 バイトは短距離リリクエストオールでも、このような甲板は必要ない。原作と異なる役職は太字で表記。自衛隊政府等は連邦一般人映画版に関連した企画として、第5護衛隊軍格と高えり女子部隊が、 映画公式サイトにて5月12日から配信。キャストは全員女性声優となっている。以下の出展は小学館コミック内のページ。書誌情報の発売日の出展としている空母イブキグレートゲームに関するカテゴリー。ありがとうございます。